ポップイズヒア。お兄さんはうんこ味のカレーがカレー味のうんこかっていう疑問、はい、一回はぶち当たってるでしょ。うんこ食べたことありますか？正直ないですね。バカ野郎。でもね、食べたことない人もこれすごいのか、口にしてみんなこれうんこじゃん。皆さんこんばんは、カユー編集部のコダック川口です。何の変哲もない街の一角にすごいカレー屋さんがある。どうやらそこのカレーを監修しているのが AV 男優の、超人気 AV 男優のシミケンさんという方が、地下1階カレーショップ清水、こちらですね、カレーショップ清水さん。もう結構匂いがやばいですよ。じゃあちょっとオープンしてみたいと思います。ごめんください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっと待ってください。相当臭い。カレーショップ清水さん、ちょっと入ってきたんですけど。いらっしゃいませ。いらっしゃいましたね。あのカレーを監修されたという AV 男優の、はい、シミケンさん、はい、よろしくお願いします。今日はオーナーやらせていただいております。オーナー AV 男優のシミケンです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、うんこが漏れるだろう漏れないだろうのくだりがあったんですけど、はい、これは漏らしちゃいけないもんだったり、これも匂いですね。ご近所様 の迷惑にならないようにということで、そこには気を使われているということで、はいはい、これ匂い嗅いで思いませんでしたか？いや思いましたね。これはここで留めておきたいと僕も思ったんですけど、僕はそのままの流れで帰ろうと思いましたね正直なところ、はい、でもね、お兄さんはうんこ味のカレーがカレー味のうんこかっていう疑問、はい、一回はぶち当たってるでしょ。この一度きりの人生ですね、はい、体験できるもんなら体験してみたいという気持ちも若干ありましてですね。なんで今までその疑問に対して背中を向けてきたのですか？人類の文明というのはですね、もしとなぜから始まってるんですよ。なぜ鳥は空を飛べるのか、もし人間が空を飛べたらどうなるのか、その二言から始まってるんです。もしうんこ味のカレー、カレー味のうんこに終止符、疑問に終止符打てるんだったらどういうことになるだろう、そういうところから僕たちは作ったんです。なるほど、深い。もしとなぜ、はい、私ちょっと今感銘を受けております。はい、うんこ味のカレー、はい、これのすごいところはですね、はい、これのすごいところはうんこが漏れるんで閉めてください。うんこ味のカレー、うんこ食べたことありますか？正直ないですね。バカ野郎。でもね、食べたことない人もこれすごいのか、口にしてみんなこれうんこじゃん言うんですよ。自信作。それでは早速注文したいと思います。店長、はい、おすすめはでっけえのですだそうです。じゃあでっけえの一つと、はい、じゃあライスも大ですね。大です。はい、和式と洋式どっちがいいですか？はい、和式と洋式どっちがいいですか？はい、和式の方で。和式でお願いします。今日いい出来ですよね。お、いいです。お待たせです。あ、早いですね。です早いですね。スピード感が売りですから。なるほど。来ました。でっけーの。これがうんこ味のカレー。でっけーのだそうです。はい。やばいですね。今日のちょっとマイルつけよう。ちなみに何をチェックされてるんでしょう？匂いですね。今日の出来はどうでしょう？これちょっと朝一発大きいうんこして、はい、夜目のうんこですね。あ、本日2回目出ます。はい、夜目2回目でちょっと下してる感じの30代前半女性の職業は？銀行員ですね。30代の銀行員の2回目のうんちだということで、あ、うんこだということで、はい、ちょっと早速実食していきたいと思います。いやー、えげつないですねこれ。ちょっと相当えげつないですよ。じゃあいただきます。ちょっと怖いんでちょっとだけしますね。
なんでしょうね、これ。この辺最高です。この世の終わりの味がしますね。なんて言うんでしょうね、まず味を言いますと、このうんこは味から言いますと苦いですね。うんこを食べてて一番聞かれるのは苦いんですかって質問なんですけど、うんこは何味かって言ったら一言で言うと匂いそのまま味なんですよ。口の中に入れると一番最初に匂いが鼻をこう突き抜けるんですね。その後に味わったことのないテクスチャーが口の中に広がるんです。3つ目に味が来るんでぼやけるんですね。で、大抵の方は苦いって言うんですけど、僕は甘い人が多いです。そうなんです。うん、甘い、まあ、苦い人もいるんだよ。だそこまで苦いわけじゃないんですよ。結構ね、250人ぐらい食ってきましたよ、ね、言ってみてね。今も動画ありますよ、ここに。食ってる動画ありますけど、いいです。むちゃくちゃ極秘だから、それこういう匂いの人いるよね。いる。今日うんこ食えるって言った時にもう出しちゃいましたっつって言って、じゃあ一緒に飯食おうか、一緒に飯食って、でその後に無理やり出したうんこってこういう味する、うん、夜の方がつるって出てくる。朝っていうのは日って一本ぐそぶってくるでしょ。夜はなんかさ、踏ん張ったらなんかつるんって出るから、そういう感じのうんこってこういう匂いでしょ。つい最近だと本物はいつ食べられたんですか、はい、バカ野郎。内緒だぞ。あと、こっちテンプレチャーあるんですけど、こっちの方が苦いんですか。あ、苦さのレベルが違うと。検査用カップ兼用用ですね、これはね。じゃあ早速センブリ茶をまずいただこうかと思います。ね、ちょっと濃いめですね、これ。お米の方をいただいてないんでね。米は本当に美味しいです。店長、これお米のちょっと、はい、ご解説いただけますか。どういうお米なのか、はい、まずですね、はい、オリーブオイルを入れまして、はい、でその後ににがりも入れて、はい、それを土鍋で炊きました。おお、じゃあこのまずいカレーと美味しいお米をドッキングさせてみたいと思います。はい、あ、はい、お、乗っちゃう感じで、ちょっといただきます。なんでしょう、このなんでしょう、この咀嚼が何がすごいって、これ食べる場所によってね、入ってるものが微妙に違う。人って何人ぐらい並んでるんですか。ご飯の美味しさを打ち消す、なんか飲み込めないものが入っている。店長すみません、はい、飲み込めないんで、はい、1000円の水ください。お、了解しました。当店で一番高いモナコ価格の水でございます。ありがとうございます。モナコ価格のなんか理由はあるの？特にないです。水がうまい。うんこ味のカレー、うまい。今んとこ結構まずいよ。福神漬け、ええ、マジっすか。当店オリジナル福神漬け、頼んでみるしかないですね。はい、ちょっとじゃあいただこうかなと思います。はい、はい、これはね、福神漬けが合うんですよ、カレーに。これは何でしょう。はい、コンオフェというですね、コンオフェ、発酵したエイの、うん、これは半端ない。
これ福神漬けなんですか。はい、このうんこ味のカレーとの匂いと味のバランスが最高なんですよ。はい、じゃあ私早速食べてみたいと思います。相当やばいですよこれ。あー、どうしたらいいんですか、口に入れた後。ちょっと口に入れて噛んで、でふわーって広がったところでカレーをいただきます。いただきます。うん、うん、言ってたことが分かりました。カレーがすごい美味しく感じる。このカレーがすごく美味しく感じます。飲み込めない。うん、手震えてるけど大丈夫か。じゃあちょっともう正常な感覚が分からなくなってきてます。頑張った分だけいいことあるぞ。頑張った分だけいいことあるぞ。これを一気にいっちゃえばいいだろうとあなたは思いでしょうけど、私これいけない。うんこ食ってるもん。うんこ食ってるんだもん今。カレーとは一番食欲をかきたててくれる食べ物だと思っております。僕はいつもね、僕のですね、うんこ食べるスタイルっていうのは女性にこういうところにまたがってもらって、下からこうですね。はい、口目はじゃあ俺がアンしよう。自分も今日はありがとうございます。残さないようにね、この一番濃い、残った一番濃いところをこうやって書き集める。お酒だって一番底が濃いでしょ。やばい、やばい、本当にやばかった今。すいません今お見苦しい。あー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 、食べ物残すと目つぶれるよ。あーああ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 あ、完食しました。おめでとうございます。ありがとうございます。あーあー、食べるわけですよ、ね、全部食べきった甲斐がありました。本当にお土産を持って帰らないわけにはいかないのでね、ちょっとこの瓶に空気などをね入れてもらおうと思って、しみけんさんにすいません、お願いいたします、はい、この部屋の中で一番臭い部分の一番臭いぞ。確かに受け取りました。編集部に持って帰ります。会社の方に帰ってまいりました。お土産で持って帰ってきたカレーショップ清水の空気です。今仕事真っ最中のうちの海遊編集長新見に今からお土産として渡したいと思います。ただいま帰りました。お疲れ様です。どうでした。いやー、ちょっともうえげつないえげつない場所でございましたけどもはい、ということでこれちょっと、はい、手ぶらでは帰れないということでですね、はい、編集長にお土産を持って帰ってきましたので
お土産、はい、何か分かりますかこれ。何ですかそれ。瓶。これはうんこ味のカレー専門店、はい、カレーショップ清水さんの、はい、厨房の空気です。はい、ぜひぜひちょっといいですか。もうちょっと一発いっちゃってください編集長。何ですか。はい、開けます。臭くなかったら臭くないって言っちゃうと思いますけど。分かりました。うんこ味のカレーとカレー味のうんこ、究極の選択を皆さん小学校からしていると思いますが、あなたは机上の空論だけで答えをこれまで述べていたと思います。しかしこのお店に来ればうんこ味のカレーを必ず食べることができ、究極の選択に終止符を打つことができます。え？でもなんかかすかな。なるほどね。